ワンボックスカーとは自動車の車体形状を表す用語の一つで、ボンネットがないか極めて短いボンネットを持つ、箱型ボディの小型商用車とその派生車種の乗用車を指す。ワンボックスとはボディの空間を箱に見立て、空間が一つだけのものという意味であり、ワンボックスカーとはそのホディスタイルを持つ車を指す言葉として使用される、日本発祥で日本で用いられている用語。 マーケティングのために考案され、主に販売系で使用されたことから一般に広まった。ニュースなど報道ではしばしばワゴン車と呼ばれる。日本自動車工業界では統計調査上、同様のボディスタイルをキャブオーバー型の名で統計が取られる。これは、このボディスタイル車種の構造としては、キャブオーバーが主であり、外見からはリアエンジニア、アンダーフロア式、ミッドシップ、 セミキャブオーバーの判別が難しいことや、これらの相対数が少ないため、キャブオーバー型として一つにカテゴライズしている。貨物保護のため箱型の過失を持つボディを仮装し、積載性を優先させた商用車をバンそれを居住空間として、定員数の増加や快適性に振った乗用車を、ワゴンと自動車メーカーは故障していた。このスタイルの車種各班に伴い、 商用車ではボンネットを持つ2ボックススタイルのライトバンとの区別、乗用車ではセダンベースのステーションワゴンエステートワゴンとの区別のためワンボックスカーと呼ばれる。運転席がフロントオーバーハングの高い位置となるため特に前端の見切りが良くエンジンルーム上のスペースも利用できるため同サイズのボンネット型に比べ収容力に優れる。反面、全長に対する ホイールベースの短さや、車高の高さは、ピッチが大きくなりがちで、ロードホールディングも悪く、操縦安定性と走行性能を、背の低い乗用車並みにすることは難しい。ただ、ロール、用については、アンダーフロアエンジンであるため重心は見た目ほど高くは、なく、むしろ、操じて良好だとさえ言われている。ドライバーが揺さぶられるように感じるのは、 エンジンよりも高い位置にドライバーズシートがあるためのモーメントによるものである。基本的にフロントミッドシップエンジンリアドライブのためドリフトも存外簡単だとされる。この携帯の車で最も初期に登場した日本車は1960年に登場した日のコンマースであった。構造的には縦置きエンジンを全軸前に搭載する全輪駆動のセミキャブオーバーで 従来であれば短いボンネットを持つスタイルとなるところを全軸を運転席下に交代させエンジン部分まで運転席に取り込むことでキャブオーバースタイルとしている。商用車としては駆動方式から重積載に適さなかったことや後輪駆動に対して技術的に未熟であったことから故障が多発したことなどから販売不振によりわずか2年ほどで生産を終了している。 続く1961年にはスバルサンバーが登場した。この車種は軽自動車発のキャブオーバースタイル版であると同時に大きな成功を収め現在まで続くロングセラーモデルとなった。なお構造的にはキャブ下にエンジンが搭載されるキャブオーバーはなくリアオーバーハングに当時の主流であった空冷にストロークエンジンを横置き搭載するリアエンジン車である。 小型トラックのセミキャブオーバーからキャブオーバースタイルへの移行期にあたり、エンジン配置をリアエンジンやキャブオーバーとするなど、各社が様々な構成のトラックをベースに、バン、コーチを展開する。1966年、松田ボンゴがリアエンジン方式のキャブオーバースタイルで誕生する。3列シート8人乗りのコーチを要し、ワンボックスカーという故障が生まれていなかった当時、 ワンボックスカー全体がボンゴ型車と呼ばれるほど代表的な存在となった。1967年、トヨタミニエースがキャブオーバー構成で発売され、翌1968年には3列シート7人乗りのコーチを追加する。1968年、三菱、デリカがキャブオーバー構成で発売され、翌1969年には、 三列シート九人乗りの高チを追加する。このキャブオーバー、運転席下の前輪という構成が、その後のワンボックスカーのスタンダードとなる。1969年、ダット3サニーキャブ、日産、チェリーキャブが、キャブオーバー構成で発売され、三列シート八人乗りの高チを要する。前輪位置を車体全部とし、ホイールベースが長いのが特徴である。 商用車から派生した乗用モデルの販売促進のため、貨物車種を払拭し、ファミリーカーの新ジャンルとしてのイメージアップを図るべく、自動車メーカー自身がワンボックスカーという故障を用い一般化したため、乗用モデルだけではなく、キャブオーバースタイルのライト版までもがそう呼ばれるようになった。市場性が認められると、乗用車では商品性を増す改良が一段と加速した。 外装にはメタリックカラーが用いられ、さらにオプションで用意された派手なデカールを設定し、ハイルーフ化に続き、アッパーグレードでは衣装を凝らしたサンルーフが追加されるなど、内外装を高級化しつつあった。内装にも従来よりも複雑で高価なトリムを使用し、回転体ザシートなどのギミックとも言える装備で競い合うなど、独特な価値観で一時代を築いた。一方、 長年出実合計な商用車であることを求められた K1 ボックスカーだが1980年に富士重工業がサンバー 4WD を発売するとレジャー用多用途車としてのニーズが生まれた1981年ダイハツ工業がハイゼット版をベースにレジャー向け乗用車としての装備を充実させたハイゼットアトレーを発売すると富士急工、鈴木自動車 三菱自動車工業、ホンダ技研工業など同業他社もそれに続き、登録者同様の賑わいを見せていくことになる。バブル期以降、操縦性能や走行性能に磨きをかけ、V 型6気筒エンジンやインタークルーラー付け、ディーゼルターボエンジンや当時最新の電子デバイスを投入したモデルも登場し、高速巡航をもっぱらとした走行性能においては一定の評価を得つつある。 その後日本の普通車では、一時期、乗用と商用を共通化したモデルや SUV と、プラットフォームを共用するモデルで、縦置きエンジン、後輪駆動方式のセミキャブオーバー化が見られたが、より衝突安全性、操縦安定性、乗り心地に優れ、多くの車種との設計、コンポーネンツの共用化で開発、生産コストが低い前輪駆動方式のミニバンへと移行していき、 乗用登録でキャブオーバーの車種はクラッシャブルゾーンを確保する車体寸法に余裕のある車種のみと非常に少なくなっている。日本では乗員数の多い普通車が市場に受け入れられセダンに代わる乗用車のマーケットとなったことや世界的な衝突安全性への対処のため商用車をベースとしたキャブオーバースタイルのワンボックス乗用車から ワンボックスカー並みの座席数を確保できるミニバンへと乗用車開発の軸足を移し、購入層もそれらに親身とメリットを見出したことで、ワンボックス乗用車からミニバンへと移行していった。普通乗用車ではミニバンの定着に伴いワゴンとの区別、また商用車では車体サイズによる2ボックススタイルとワンボックススタイルの墨分けによる双方の区別が、 マーケティングの上で重要性を持たなくなったためワンボックスカーという故障がカテゴリ区分から姿を消しつつあるこのため商用車が主体となったワンボックスカー相当の車に対して一部の自動車メディアではトラック業界でパネル版を表す箱車という用語も使われているただし総年期以上の世代は今でも ワンボックスの故障をこれらの車に対して使うことが多い。軽乗用車では、車体寸法の制約から、エンジン搭載位置を全席化とするキャブオーバーのタリアエンジンやア,アンダーフロア式、ミッドシップを踏襲し、操縦安定性と衝突安全性向上のため、前輪を前進させ短いが明瞭なボンネットを持つ、セミキャブオーバータイプのボディとした、軽商用車と、 その派生車種の軽乗用車が引き続き生産されている。これらの車種は従来のワンボックスカーのエンジン配置構造のまま前輪位置変更とクラッシャブルゾーンの負荷が行われたことやミニバンとすると軽トールワゴンのポジションが不明瞭になることなどから鈴木以外の各社はワンボックスカーかミニバンかはマーケティング上明確にしていない。乗用車のほとんどがすでに通常の 全輪駆動方式の後継車種へと移行しているが、中には、トヨタのグランビア、グランドハイエース、3代目タウンエース、5代目ライトエースや三菱、デリカスペースギアのように、FF 改前に1世代のみセミキャブオーバー型を経たものもある。は、現行モデルに常用グレードあり。は、マイクロバスあり。過去に発売されていた登録者発売順不動過去に発売されていた。 軽自動車いずれも社名として発売されていたものただし、軽自動車においては、商用、乗用を問わず企画上の最大定員4名まで2年、車検、商用車は物品税非課税と乗用登録するメリットがなかったことから、乗用種目的とした軽ワンボックスカーも登録上は長年商用車扱いであった。現在は消費税に導入に伴う、 生成面での優位の喪失とリスク裁分型の任意保険が認められていなかったことから乗用車登録がメインとなったが、それでもほぼ乗用仕様の商用車も存在する。中国地方では年配者を中心にワンボックスカー全般を指してボンゴということがある。トヨタのタウンエースノア、ナイトエースノア、レジアス、ツーリングハイエース、グランビア、グランドハイエース、三菱、 デリカスペースギアの各社。初代日産、エルグランド、三菱、デリカスペースギアの各社。FF ミニバンは、エンジンフードや、カウルトップの位置が高く、キャビンも大きいためボンネットが短く見えるが、エンジントランスミッション、運転席の位置関係は、セダンなどの一般的なボンネット型と同じである。鈴木は2005年に5代メブリーを発売した際、ミニバンと歌っている。 ありがとうございます。